前回のあらすじ、タイガー、ムンチ表から帰還、高難易度と名高いインターステラーを導入して、とりあえず KSC 近辺をひたすらまたしても調査しました。前回300ポイント、仙台パーマルに匹敵するサイエンスを取得したことだし、さらなるサイエンス機器を求めてパーツをアンロック。あ、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。最初の挨拶忘れかけてたことは秘密にしてほしいビワマスです。今回も KSP 実況頑張っていきましょう。背景では今後解放するサイエンス機器の場所を把握しようと頑張ってますね。そして前回活躍したカービン探査機マーク2、またまた回収して探査していきます。で、無事レーザーやマイクロ波形の実験機器を積んできたわけですが、どうやら地上滑走中はサイエンス取れないみたい。ぐぬぬ。そういえばサイエンス機器群の中にクルーレポートってやつがあったんですが、これがストックのクルーレポートと同一のものかどうか今のうちに確かめておきましょう。いざ、実験、同じであってください。よっしゃ、同じみたい。これはかなり助かる情報ですね。新機体、出した途端にラジエータがないって言われました。ちょ、機体の説明ぐらいさせてください。出した途端に何かの稼働音、どうやら原子炉の稼働開始みたいだけど、なぜか動きません。私が使ってるトリーカクラムジェットエンジン、本来ならこれで動くはずなんだけどな。どう見ても滑走路の傾斜に起因する加速しか見受けられません。ランアウトオブフューエルフォーウラニウムオキサイド、日本語訳すると酸化ウランのための燃料枯渇。え、まいっかもう一度。またですか、酸化ウラン、酸化ウランねー。じゃあ核燃料の種類変えてみましょう。ランアウトオブフューエルフォーウラニウム 238TWR、クラン238もダメか。生成ウランを積んできた結果、やっぱり機能しません。大気推進がダメなのかと思って酸化剤積んできたらやっぱり動きません。一旦諦めて熱源を溶融炎原子炉にしてみてもやっぱり動きません。なんなら溶融炎炉自体全く稼働してません。ラジエータとかつけてみるも効果なし。全力で対応資源を探すも見つからない。TWR、進行波炉って使用済み燃料から核燃料を産出して発電する増殖炉の一種なんですが、使用済み燃料突っ込んでも全く使ってくれないの。またですか、酸化ウラン枯渇、全ウラン鉱ではダメなんですか。全ウラン鉱の主成分は二酸化ウランですよ。ウラン積んできたら勝手に燃料変更されました。なんでや。仕方がない。前例もあった気がするのでこの手を使いましょう。バージョンダウン、1.9.1 をギリギリでサポートするバージョンなら動くはず。とりあえず最低のバージョンで試してみます。ついでにベターバーンタイムも導入。読み込もうとしたらなんかエラー入ってきました。もうやめてください。燃料勝手にプルトニウムに変えられてました。で、動きません。いい加減にして。1.9.1 サポートが明記されている中で最高のバージョンを導入してみます。てかそもそもどのバージョン使ってもサポート明記されてるはずなんだけど、動かないのはサポートしているには入らないんです。私の言ってること、おかしいですか？いい加減に動いてください。あーもう。いい加減に。動けって？一点でしょうがこのわからずや。さすがに私の堪忍袋脳もそろそろ限界です。なんか腹立ってきたんでインターステラーで追加される核分裂炉用の燃料全部積み込んできました。動きません。このままじゃ私既存の機体ぶっ壊してゴミパーツ数十個追加して、技術ツリーめちゃくちゃに壊した挙句再起不能になるだけなんですけど、夢のエンジンは夢だけでしたって、ゲームの中ぐらい夢見たっていいじゃないですか。怒りのスペースキーレンダー。動作確認のため別件でアドバイスいただいた政治エンジンで機体テスト。って、エアインテークつけてみました。は、とんでもない大水力。おいこらなんでこれだけ動いてトリーは動かないんだ。大気中で大加速してるんですがこれどういうこと。あーもうなんでですか。酸欠エンジン、怒りの不完全燃焼。ちょっとこれなんで動いてるの。いやなんで。ちょ、動くわけないって思って YouTube 見ながらいろいろ試してたら動いたんだけど、逆になんで動いたのか全くわかんないんだけど。さあ、再現飛行。鳥居の序盤の加速は絶望的です。てか読み方鳥居で合ってるのかなー。で、燃料なんも積んでないけど普通に飛んでるし、もうこれわけわかんない。大気燃焼で2000メートル毎秒到達してるんですけど、いやさっきまでのなんだったの、ねえ、いやもう炎天が余裕で経路飛び越えてるし、ちなみに燃料一切積んでないですからね、この機体。はい、直接的な原因はわかりました。操縦系統のパーツにエンジンを近づけしないと動作しないみたいです。これ、インターステラーの仕様なんでしょうか。あ、ミスった。熱エンジンが原子炉直下じゃないと動かないのは知ってましたがこれもそうなんでしょうか。ご存知の方誰か教えてください。で、ようやく機体説明ですね。
カービン探査機マーク6、水上機構想はやめておくことに。というのもこの通り鳥エンジンでは水中での航力に勝てないんですよね。仕方がないので別のエンジンを解放するまでマーク6で耐えて地表探査、じゃあエンジン選定しなきゃ。と思って技術ツリー覗いてみたら、めちゃくちゃ変更加えられてました。これでは計画も何もあったもんじゃない、ということで。はい、最新バージョン入れ直し、半物質炉などの一部チートエンジンが不具合のためパワーダウンを強いられている状況と聞いてはいますが稼働に問題はないそうなので、とりあえず戻してみます。これで動かなかったら怒るよ。とりあえずロード、よし、特にエラーは出てないみたい。カービン探査機マーク6とりあえずこれで OK、かな。にしても機体の一番上にちょこんと乗ってるサイエンス機群が私にはどうしても、戦車の砲塔にしか見えません。原子炉が自動的に酸化ウラン燃焼モードに切り替わり、いざ発進。やっぱり加速力は絶望的。そりゃそうでしょう。なんてったってラムジェットエンジンですから、ラムジェットエンジンはそもそも超音速の大気を輸入させた上でそれを、亜音速まで減速させて燃焼を行うエンジンですからね。ちなみにこれの上位互換として超音速の大気をそのまま燃焼に利用するスクラムジェットエンジンという構想も存在しています。で、画面の方ではとりあえずアイランド飛行場に着陸試験をしていますね。最低限アイランド飛行場に着陸できる程度の機体性能がないとまともな探査は行えないでしょう。旋回して滑走路との軸合わせを行います。減速し始めると一気に水力が下がるため高速を維持したまま飛びたいところですが、これでは間に合いません。キャース再度着陸試験、これで無理なら鳥居での探査は諦めましょう。運用しづらいですがマーク5改造で賄うしかないです。はい、決定。次は軽トラの実験、放置していたら原子炉爆発したとか言われても困るので数日放置して様子を見てみます。ちなみにさっきのカービン探査機シリーズはキャリアで次のミッションこなす間に何か別のこと同時進行できないかなと思ってやってました。おや、私が思っていたより熱が溜まってないみたい。これもしかしたら放置しても何の問題もないかも。とりあえずベタータイムワープで物理1000倍加速をかけて様子を見てみましょう。左上の引導ですね。名前をつけて速度を入力してセーブ。あとはそれを選択したら通常のワープが入力した倍率に置き換えられます。で、実験しながら今後の予定を立てましょう。大まかな流れに変更はないですが、ムーン探査までくらいの計画を立て直さないと。いつまで私カービンとムーンばっかりにかかりきりになってるんでしょうか。まあいいや、とりあえず、現在キャリアではムーンとミンマスの周回軌道投入ミッションを引き受けている状態です。さらにここに宇宙空間での取得が可能なサイエンス機器を目いっぱい積み込んで送り出したいところ。と、画面の方では実験完了、爆発することはないだろうと結論付けられました。なんと、これにより軽トラは解体の必要なし、このまま働いてもらえることに、しかし燃費が悪いのであまり使いたくはないですね。こうなると今度は燃料補給に SSTO の再設計が必要になるわけですか。でも現状まともなエンジンはなし、と。いやまああるにはあるんですけどね。アッティラスラスター、非水力2000の化け物エンジンですが大量のエネルギーを要求してくるんです。インターステラーのメガジュールエネルギーはサイエンスポイント的に現状解放はほぼ不可能。なので使えない、と。これこそもしかして鳥エンジンの出番。そんなことを考えながらキャリアの軽トラをチェックしていたら、なんと、とんでもない問題発覚。タンクの種類が違う。はい、ナーバエンジンは液体燃料しか使えないので酸化剤をどうにかして経路スに戻して、液体燃料を補充する必要があります。また姫ハチドリちゃんで打ち上げるのは私のメンタルが持ちません。これは、チェリー QSSTO 再設計必須かな。鳥エンジンで作ったらとりあえず大ハチドリちゃんよりは使いやすい、チェリー QSSTO ができるといいなぁなんて考えています。ということで、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。コメント欄などにアイディアやアドバイスなど書いていってくれる皆さん、ありがとうございます。中には実現までにかなり時間がかかるようなアドバイスもいただいたりしているので、実現可能な状況が見えてきたらどんどん反映させていきたいなと思っています。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、茶番劇次回作間に合わなさそうだし単発茶番劇、編集しなきゃ。